はい、どうも、アベダス TV のアベダツです。はい、続きからやっていきたいと思います。今日はこちら、シザースとゾルダ、はい、この2つのカードデッキを紹介したいと思います。はい、じゃあまずこちらから。はい、見てわかる通りやはりちょっとここのやっぱり紋章の厚みがやっぱ違いますね。で、今回は割と反射するタイプ、初代のトなんですけど、まあ、割とこっちはこう艶を消して明るめな感じなんですけど、こっちは結構濃いめな感じですね。やっぱ紋章のこの色の使い方がやっぱり絶妙にリアルなんだよな。で、相変わらずやっぱ薄めなので、やっぱちょっとコンパクトに感じるんですけど、大きさは実は一緒。はい、じゃあ次にこちらシザースでございます。これはね、なんか可愛いね。あ、こっちも可愛いわ。どうでしょう、色ぐらいかな。どうだろう、何かが違うのか。形としての大きな違いがよくわからないんですけど、まあこの塗装の違いぐらいかなとは思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと割とざっくりですね。まあ、冒頭のね、まあ、ナイトとリュウキの時にだいぶもう違いをね言ったので、外観とかあと細かいこういうところなので、まあ、そんなに言うことなかったんでざっくりとしてたんですけど、まあでもね、これのは北岡秀一のボイスが入ってて、でこっちはね入ってないんですけど、やられた時のね音が、まあ、入ってたっていうことで、ちょっとこれもまたレアな音声だったなと感じました。次回はですね、まあ、3つ一気にちょっとやってみたいなと思いますので、お楽しみください。チャンネル登録まだの方はぜひ下からチャンネル登録よろしくお願いいたします。それとあとね、高評価もよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。